このレッスンでは画面にさらに奥行きを加えていきます。はい。例えば今の状態なんですけど、えー、例えばこの草と山を見たときに、草の方が手前にあると感じると思います。山は遠くにあると感じると思います。えー、この感覚なんで出てくるのか、まあ、いくつか理由はあるんですが、一つにですね、えー、手前の方は色がはっきりしていて、奥の方は色がもやがかかっていると。 そんなことも条件の一つになるかなと思います。なので、そうした状態ですね、意図的に作ってやると、さらに遠近感が増してくるので、それをですね、やってみようと思います。では、一番上に新しくですね、レイヤー、このボタンを押して、新規のレイヤーを作ります。はい、そしたら、スポイトツールに持ち替えて、で、サンプル範囲をですね、 5ピクセル四方の平均とこれぐらいしておきましょうそしたらこの手前のあたりの地面の色ですねこれを拾います Mac の方はオプション Windows の方は Alt キーを押しながらこのあたりをクリックするとはい色が拾えましたねそしたらですねこれ色ちょっと開けていく分ちょっとですね濃い色の方ですねサイドの高い方に持っていきますはいじゃあこれで OK します はい。そしたらですね。ブラシツールに持ち替えて、不透明度を10%にしましょう。かなり薄い感じですね。はい。じゃあ、この状態で、こう、手前の方ですね。ブラシで塗ってみると。はい。こんな感じ、色変わってきますよね。 色が鮮やかになったと思います。オンオフするとこんな感じですねはいこんな風に塗ることで手前の方がより鮮やかに近くにある感じなんですが単純に塗るとですねこれ影の部分とかかぶってしまうのでこの描画モードをですねオーバーレイにしてあげるとはい影がきっちり残ります はい、そうするとこんな形ですねはい徐々に真ん中に行くしたがってなくしていくとはいこんな雰囲気で手前は濃くですね奥の方はちょっと薄くなっていくとはいこんな感じにできましたではここですねさらにもう一個新しいレイヤーを作りますそして描画色ですねこれ白にしましょう そしたらブラシを今度5%します。もっと薄くして。はい。奥の方にちょっと白いの足してやることで、さらにですね、遠近感を出していきましょう。ちょっとブラシの直径を小さくしてですね。はい。そしたらこの辺ですね。さささっと。なんとなく塗ってやることで、 遠くがより遠くに感じるような感じですね。あまり塗りすぎないようにしましょうね。はい。こんな感じを出すことができました。さあ、これでですね、オフにすると一気に平坦に見えちゃいますね。はい。手前は濃く、奥は薄くと塗ってあげることで、かなり遠近感が出たと思います。さあ、このようなですね、演出で、さらに、この写真のですね、 映っているものの距離感を増強することもできます。こうしたレイヤーを使ったですねテクニックをぜひとも試してみてください。